ボッティン王軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6429人であり、2000年の7149人から10.1%減少した。軍庁所在地はボッティン王市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。ボッティン王軍はウィンターパーク、 スノーモービル乗り及び氷上での穴釣りで知られている。ボッティン王軍は1872年にダコタ巡州議会が創設したが、組織化されたのは1884年7月17日にボッティン王で開かれた集会でのことだった。軍名はメティスの開拓者、狩猟家、罠漁師で土地投機家として成功したピエール・ボッティン王にちなんで名付けられた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1698平方マイルであり、このうち陸地は1669平方マイル、水域は29平方マイルで、水域率は1.72%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらず全て地になる。 ありがとうございます。